日本北海道石狩振興局札幌市北区、愛の里、南愛の里愛の里は札幌市北区の地名。愛の里1条から愛の里5条までで構成される。本校では隣接する南愛の里についても合わせて述べる。1980年代より計画的な整備が進められたニュータウンであり、現在は南愛の里の開発が続けられている。 2019年7月現在の人口は愛の里が2260人、南愛の里が3968人。郵便番号は愛の里1条から5条が、それぞれ002の8071から002の8075、南愛の里が002の8091。札幌市の北東部に位置する。西側で宅北に隣接し、その他周辺は、 シノロ町宅北に囲まれた形となっている。東部でわずかにシノロ町福井に接している。明治の開拓期に付近一帯で愛の栽培が盛んであったことと人々に愛される町になることの願いからニュータウンの愛称として愛の里と名付けられ、それが正式な町名となった。1882年、徳島県から滝本五郎、安倍公人兄弟が 篠ノ村の一部であった当地に入植。篠ノロ産者を設立し、大豆、小豆、大根、蕎麦、トウモロコシのほか藍の栽培を始める。当時徳島県は藍の一大産地であり、その商品価値に着目していたためである。1886年からは本格的な製造所を建て藍の加工を始める。北海道庁からの補助金も受けその規模を拡大し、 明治中期には、現在の藍の里から、宅北にかけての一帯が、高山者の農場となっていた。また、製造所で受け入れる、藍の作付けも、シノロから岡玉、札幌、白石村、そして余市、二期にまで広がった。1890年には、内国官理博覧会で、高山者のアクアマリンが一等有効賞となりその品質も高く評価されていた。しかしながら、 1899年の滝本の死後は、輸入される化学染料の進出に押され、愛栽培は衰退した。後に降参者は、月寒村の開拓者だった、吉田善介の所有地となり、1924年には、土工組合を設立。旧石狩川から水路を設け、養水場を併設して、稲作を進めた。一帯は、米の一大生産地となったが、 1975年に大型団地計画の決定により水田は姿を消した。1980年から住宅、都市整備公団、北海道住宅供給公社などが主体のニュータウンである札幌ニュータウン愛の里として開発された。総面積は約378.2ヘクタール、計画人口は約3万2000人である。 2002年からは JR 薩沼線の南側で総面積49ヘクタール、計画人口4090人のニュータウン開発が始まり、南愛のノサトと名付けられた。こちらも2006年に南愛のノサトが正式な町名となった。北海道教育大学と付属の小中学校をはじめとして北海道医療大学愛のノサトキャンパス及び、 北海道医療大学病院等の教育、医療施設が揃っていることから、学園都市とも呼ばれる。地区内を通る殺傷線には、北東に進んだ東別町に、北海道医療大学東別キャンパスがあることもあって、学園都市線の愛称が付けられている。ありがとうございます。